ミッドウェイ・ゲームズは、かつて存在したアメリカ合衆国のピンボールメーカー、ゲーム会社。エレメカを振り出しに、ピンボールで大手メーカーに成長し、アーケードゲーム用、テレビゲームにもかなり早くから参入、日本のスペース・インベーダー、パックマンもライセンスしたことで、ビデオゲーム会社として大きな成長を遂げた。ピンボールから、ビデオゲーム、 アーケードから家庭用ゲーム機へと時代の移り変わりに連れて多くのピンポールメーカーが衰退する中、モータルコンバットやガントレットなどのヒットによって1990年代以降も大手メーカーとして生き残ったが2000年代に入って業績が悪化。アーケードから撤退した後は家庭用ゲーム機のサードパーティーとなったが2009年に倒産。ワーナーグループに買収された。 ワーナー参加として2010年に設立されたネザーレルムスタジオが後継会社にあたりモータルコンバットシリーズなどの開発を継続している。その他テストドライブなどを開発したスタジオニューカーセルがピットブルスタジオとして独立、ティネインパクトなどを開発したスタジオサンディエコが THQ に買収、欧州支社が独立して別会社になるなど倒産後にスタジオが整理された。 ミッドウェイゲームマニファクチュアリング社は、あるエレメカ会社の社員複数が1959年に、のれん分けして創業した。当初は、エレメカを製造していたが、翌年からピンボールにも参入し、後にも大ピンボールメーカーと呼ばれた会社の中では、最後発である。しかし1969年9月という比較的、早い時代に、老舗同業者のバリー社に買収され、 両者は合わせて、バリー・ミッドウェイと呼ばれるようになり、以後長い主従時代が続くことになった。また、日本の台頭貿易にもピンボールを輸出し、以後台頭とは、インベーダーの頃まで、ライセンス生産などの深い関係が続くことになる。やがて1970年代に入ると、ピンボールの大手は、ゴッドリーブ、ウィリアムス、シカゴ・コイン、そして、バリーとミッドウェイの5社で確立されていった。 1972年に創業したアタリが同年、ポンを爆発的にヒットさせ、翌73年にはポンのコピーゲームが多数作られた。同社はアタリが発売前にポンを売り込みに来たことが縁で、唯一ライセンス生産の契約に成功し、同じゲームをウィナーのタイトルで発売、もちろんこれがミッドウェイのテレビゲーム第一号である。そして、台頭からは、 レースゲーム、スピードレースのライセンスを受け、ホイールズの名で1975年3月に発売した。マイクロプロセッサについても、意欲的で8080 80を利用した基板を開発し、世界初のマイクロプロセッサを利用したアーケードビデオゲームをリリースしている。まだ初期の技術だったため、3枚構成のうち1枚は直角に立てられたという、コンパクトさには欠ける構造だった。 この基盤ではすでに文字表示、いわゆるミッドウェイフォントとも言うべき機能も標準装備されており、これを見ることで同社のゲームだとわかる、メーカーごとの作風が現れた走りの一つとなった。この時、トム・マクヒューと共に技術協力をしたデビッド・ナッチングは、世界初のアーケード式、テレビゲーム、コンピュータースペースの発売に協力した、ナッチング・アソシエーツ社の社長ビル。 ナッチングの兄弟である。続いて、西部劇をテーマにした、対等の対戦シューティングゲーム、ウエスタンガンのライセンスを受け、1975年11月に、ガンファイト、そして続編、ブートヒルを発売した。ガンファイトは、前述の8080 80基盤の第1号であり、アーケードゲームでは、ピンボールの EN、ザ・スピリット・オブ・76に次いで、世界で2番目。 アーケードビデオゲームでは初のマイクロプロセッサ使用例である。なお、ライセンスを受けて開発されたものだが、キャラデザインが対等より細かくなるなど、厳密にはクローンと言えない程度の変更点が存在する。ミッドウェイ自社製造では潜水艦からの射撃をテーマにしたシーウルフから8080 80基盤が採用され、3作目は野球テレビゲームトルネードベースボールを改良した。 ボールパーク、その後も合わせて、約20本のゲームが8080 80基盤で作られた。また基盤とは直接関係ないが、グラフィックがまだ貧弱で、コンピュータによる背景がほとんど描けない時代、ハーフミラーを使って、マット画と合成する技術を8080 80基盤と同時に採用、今見てもかなり美しい画面を作り出した。このハーフミラーも対等で好まれ、 後世のゲームでは、ダライアスなどにも使われている。8080 80基盤は、日本のゲーム会社の技術者にもわたり、これを解析し、使用方法を身につけることで、ナムコは、GBE、対等は講述する、スペースインベーダーを生み出すことになる。こうして同社は、アーケードテレビゲーム例明期において、アメリカでは、当たりと並ぶに大企業、日本でも、 対等を加えたご参加として初期の人頭を飾る会社となった。バリーはテレビゲームにはあまり参入していない。ミッドウェイがテレビゲームで早くから成功したことと、もともとピンボール以外にギャンブル機で成功していた比重が大きいことも理由であるが、ここで簡単に挙げておく。この節では個別のゲームに関する記述が多くなって、くるが各ゲームについての詳細は、 ゲーム名からのリンク先も参照のこと。そしてやはり台等で1978年に作られたスペースインベーダーは日本の台等20万台ライセンス10万台まではいかないもののアメリカでも5万台を売るヒット作となった。しかし台等はこのインベーダーのヒットにより自社系列の台等をアメリカを通じて販売する様になってしまった。そしてこの時 これまで初代アタリジャパンを通じてナムコと関係が深かったアタリは、アタリ2600の発売当初の不審、買収したワーナーとの関係悪化、これらを原因とする創業者、ノーラン・ブッシュネルの解任などで揺れており、ナムコとの協調路線を取る余裕がなくなっていた。ミッドウェイと日本のゲーム会社とのライセンスはこれを機に、これまでの台頭中心から一時期ナムコ中心に移り、 ポストインベーダーゲームとして、これまた大ヒットしたナムコのギャラクシアンをライセンスする。次のナムコからのライセンスでは、ラリー X がヒットすると思われていたが、それより同時にライセンスしたパックマンが日本よりアメリカでヒットしたどころか、アメリカの歴史に残る大ヒットとなった。これにより、パックマンシリーズは日本で発売されず、 アメリカだけで発売された作品も存在し、当時ミッドウェイの副社長だったデビット・マロフスキーは、ミッドウェイは20世紀のミッキーマウスを保有していると語ったほどである。当たりはアーケード作品こそヒット作は連発していたが、前日の騒動が感知しないうちに当たりショックが発生して、経営も収入も傾いてしまった。その一方で、組織も資金力も安定していたミッドウェイは、 八区の進撃でバリーミッドウェイの中で筆頭の化石頭となり、当時テレビゲームがディフェンダーぐらいしか大ヒットを出せず、ピンボールも不調だったウィリアムスを買収する話さえ出ていた。なお当時はナムコの全ゲームがミッドウェイに行ったのでなく、ゼビウス、ポールポジションなどは当たりライセンスである。その後し当たりは当たりショックの影響で、 アーケード部門と家庭用ゲーム機部門を分離、アーケード部門が当たりゲームズとなってからは、再度ナムコとの関係が強化され、当たりのゲームはまたナムコ中心にライセンスされることになった。ナムコミッドウェイ関係強化時代の最後のライセンス生産はギャラが3である。ゲームの中心がピンボールからテレビゲーム、アーケードから家庭用にシフトして行ったことで、 アメリカでは日本より一足先にアーケードの衰退が始まる。ミッドウェイは日本製ゲームに頼りすぎたことで、いつしかテレビゲームを自社開発する力が弱まっており、売り上げも急落して行った。1983年からはテレビゲームに新分野としてレーザーディスクゲームが登場したが、奥行きがないためすぐに飽きられた。意を決して発売したゲーム会社、特に ピンボール出身のメーカーやアタリなどアメリカのゲーム会社には深刻なダメージを食らったところもあった。やがてバリーは1987年から子会社のリストラを開始し、1988年7月にバリーブランドのフリッパーやミッドウェイブランドのテレビゲーム等を当時ウィリアムス社の親会社となっていたウィリアムスインダストリーズに売却、バリーミッドウェイから ミッドウェイマニファクチュアリング社の名に戻った。しかしこの合併をきっかけにピンボールのデザイナーやデザインとしてはウィリアムスとの差がなくなっていった。また1992年1月にはウィリアムスブランドがテレビゲームから撤退、テレビゲームはミッドウェイブランドのみとなってしまった。次にタイムワーナーが当たりショックや天元裁判事件の傷跡が完全に 直っていなかったタイムワナーインタラクティブのグループ、切り離しを決定。1996年3月に WMS はこれも吸収し、社名を、つから、当たりゲームズに戻した。これにより当社は、ピンボールを大ブランドのうち3ブランドに加えて、当たりゲームズというアメリカを代表するアーケードブランドを多数抱えるに至った。なお、バディ本社は最後に残った、 カジノホテル事業が1996年6月、ヒルトンホテルに買収されている。しかし、それでもまだアーケードの社用化は止まらず、ミッドウェイブランドは、月州からたった7ヶ月後の10月、新社名、ミッドウェイゲームズとして、バリー買収から実に27年ぶりに分離された。またこの時は、ミッドウェイブランドだけでなく、 ウィリアムスと、アタリーゲームズ両ブランドのテレビゲームも移管された。だが2000年には、アタリーゲームズブランドが、ミッドウェイズウエストと改名され、アタリーゲームズブランドのアーケードはもう新作が出なく、なった。しかし、これで、ユーザーのアーケード離れはさらに加速、翌年3月にはアーケードからすべて撤退し、家庭用ゲームソフト専門のサードパーティーとなった。 なお家庭用ゲームソフトでは、ゲーセン USA ミッドウェイアーケードトレジャーズなどの復刻ソフトも出しており、この中でミッドウェイ・ウィリアムスあたりのテレビゲームを遊ぶことができる。主要株主の交代劇や年末を期限とした多額の債務召還問題の影響で、2008年10月から11月にかけて株価は急激に下落していく中、2009年2月12日、 ミッドウェー・ゲームズ社は連邦倒産法第11章に基づく再建のための法的手続きを開始し、最終的にワーナーグループに買収された。ありがとうございます。